様ランキングという名作に対するみんなの反応集。2話終了後ぼっち、影絵。戦闘シーンとかめっちゃ動くしかっこいいのすごいわ。確かなクオリティの上でお出しされるストーリーでもう号泣よ。絵の雰囲気に騙されるな、メイドインアビスの亜種だ。広告だけ見てこんな内容だってわかるわけもないだろ。ぐらいに濃密で暗く辛い展開と世界設定すぎる。トーマスとかも、ただぼっちを裏切る嫌な奴ってだけじゃなくて手話が通じた時とか突き落とした後に泣いたりするのがいいわ。原作知らんけどホクロとの決戦シーン良かったな。叶わないと分かっててもけじめつけるために向かってくホクロかっこよかったし、あえて剣受けて自分で腕切り落としたドーマスも良かった。作者が漫画家を一度は挫折した後に久々に読んで感銘を受けた漫画がワンピース、曇らせ遺伝子が一つなぎってわけだ。最終的にぼっちのロウアが治るって展開あると思う。正直治らずにあのままで王になってほしい。やらないと思うなぁ。ロウアが治ったから立派な王様になれましたみたいな展開にしちゃうと実際に障害がある人にもかなり失礼だし。ぼっちが非力なのは呪いだから解けたら力を得るとは思う。聴覚や発声に関しては呪い関係なさそう。少なくともアニメ範囲ではやらないと思う。原作でさえ治ってないし。海外勢が父親がミキサーに入れられてジュースになるの見てドン引きしてて笑った。まあ、自分も最初は影の再会からいきなりグロシーン見せられて冷えってなったんですけどね。あんなに尺取って飛躍調合やるのってなった。すごい重要シーンだったのかも。俺は尺がどうとかってより力の継承っていうヤバい儀式だから必然的に皇帝が多くなるもんだと思ってたわ。あそこは漫画読んでてもやたら皇帝多くて笑ったわ。簡略化してもストーリー的には問題ないと思うけど儀式的な怪しい雰囲気は出てたと思う。教育を任された王子は非力で自分の剣を伝えることができず、ならば自分が守ればよいと己に誓うも、王子の弟に自分の理想の王の資質を見出してしまい、結果自分が守る対象だったはずの王子の命を奪う羽目になってしまうドーマスさんは素質あるよ。父王が母にプロポーズの時の宝石差し出すのを再現するシーン好き。そういや、蛇の人殺されたけど地下にいるでっかいさんまた蛇はどうなるんだろうね。ベビンは完全に死んだか微妙じゃない。土に包まれて消えただけだし。正直、こっち絵柄の方が好きな自分は異常だろうか。原作こんな感じなんか。これが最初期の絵柄だよ。かなり上達した方だね。原作派だからわかる。アニメもいいんだけどね。洗練されすぎて味がね。アニメはかなり出来はいいとは思う。特にオープニングは個人的に好き。ハートフル系かと思ってたら割とバトル漫画らしいねこれ。最初の頃はぼっちが中年のおっさんにしか見えなくて笑ったんだよね。裸の勇者とかいうオシャレとは違ったかっこよさがあり内容にも深く結びついたアニソンの鏡大好き。原作は読んでてちょくちょく鳥山明が大好きなんだなってなる。絵だけで内容全く知らないんだけど童話みたいなハートフルストーリーじゃないのか。自分もアニメ見たばっかだからあんま詳しくは言えないけど思ったより世界観はダーク。ハードフルって感じ。原作第一部終了まで読んだけれど、全体としては童話みたいなハートフルな話だとは思う。途中に辛い場面が挟まるのも童話と同じ。ここクッソ辛辣で草、そういえばこの王子国民からの支持とか人気どうやって挽回したの。ぼっちと代打とヒリングの関係性がいいな。代打が生まれてからは心配ゆえに厳しくされて自尊心が傷つけられるぼっち。ぼっちに対して過保護のようなヒリングに思うところがありそうな代打。ヒリングはどちらのことも大切に思ってるのにすれ違ったり思い合ったりするところが複雑ですごい好き。寝てる息子にハッスルして飲んだくれる胸の大きいママ母。豪快にラッパ飲みして小指立ててるのが面白すぎる。世界観はダークソウルとか言われた作品や、代打はもっと王位のために手段選ばないタイプかと思ったら、兄じゃなく自分に投票したドーマス糾弾したり力の引き継ぎ拒絶したり王子としての気ぐらいある子だったので好感持った。確かに曇らせがいありそうだ。ヒリング様とかいう意地悪ママ母と見せかけたガチ聖母。前に見た広告の紹介があまりにもつまらなそうでバカにしていた。チラ見したアニメの内容が濃すぎて俺は震えた。作中にも存在してるはずでタイトルでもある王様ランキングがそんな出てこないのが気になるわ。原作読んだ時はぼっちが1位取りに行く王道の流れなのかと思ったらそんなに触れられないまま今やってる戦いが終わったら締めに行きそうな勢いになってるし。ランキングは申し訳程度につけた少年漫画要素らしい。第一印象とは違って代打のキャラがいいのでいつかぼっちと仲のいい兄弟として支え合う姿が見たい。広告しか知らないから正直つまらなさそうだと思ってたが案外面白いのか。今度時間あったら読んでみようかな。蛇の人があれで退場したのか一体誰の味方なのかとめっちゃ気になる。絵本みたいな絵柄で先代の王の死体をミキサーにかけてカニバ未遂とかエグすぎてびっくりした。ワニ先生のお墨付きだぞ。相手の剣を腕で受けるシーンは最高に自罰的でよかったですね。原作読んでないアニメ1話流し見しか見てないけど、
本屋やランキングなどで押されてるから絵柄に反してなんかえぐい展開あるんだろうなと思ってたら本当にあるんかい。顔がうさんくさいこと以外欠点のない男。なんかめちゃくちゃ間違えられてるけどドーマスです。ソードマスターをもじってドーマスだよ。ヒーリングとか基本的にもじりネーミングなので覚えやすいよね。なお次男の名前。じゃあぼっちってぼっちから来てるのか。正確には代打らぼっちから代打とぼっちとした上で、それで済ませずに代打と一人ぼっちともかけたナイスネーミングと思われる。代打らぼっちのもじりかな、というフェイントで序盤読者を騙すナイスネーム。確か作者が相当遅咲きなんだよね。芸人で言うならバイキングとか錦鯉もだけど結果出るまでやめないことが肝心なんだな。デザイン畑出身で漫画は無理と一旦挫折、絵本作家志望だったから絵柄はそっち系で始まってる。親父はあの世でおかんに棍棒ケツに突っ込まれても文句言えないと思う。多分当の本人もそう思ってるよ。中世ファンタジーでロアの王子が王様目指す漫画って認識でおけ、家臣から全く支持されんと思うんだが。唇読めるからロアって要素はあんまり、呪いである非力の方は結構拾ってくる。とはいえ序盤は唇読めるの知らない奴らが本人いるところで言った辛辣な言葉とかも拾っちゃって、表で笑顔でも陰で泣いてたりとかお辛い感じのシーンあったと思う。こないだアニメ新シリーズのバイトは見て、そういやぼっちって聞こえないんだったな、って久々に思い出した。そういやぼっちって一応読み書きできそうなのに、デスパーさんとこで本見てたし、筆談って手段は取らんのだな。広告が一時期無限に出てきた印象しかない。アニメはバトルのテンポが悪く感じた。あとキングヌーのオープニングがめっちゃ良かった。絵柄以外は全然子供向けじゃないと思うけど確かにベルセルクに通ずるものはあるな。アニメうさんくさ一生のとこで修行するとこまでがスピード感あってめっちゃ面白かった。絵柄で大いに損してるのは否めないよ。なんで子供向け絵本みたいな絵柄なのよ。普通の絵柄やったら普通に埋もれてたと思うぞ。同感、あの絵柄だから残酷な描写や世界設定が程よく生きるんだと思うわ。展開自体は王道でエンタメしてるし、大人向けの絵本だと思うね。作画原作別々なのが多い中で一人で勝負すんの珍しいよな。奇想な持ち味を活かせの精神なのか。ヒリングとかのキャラをリアル寄りの絵にすると若干許せない感が出てくるからあのゆるキャラみたいな絵柄でいいんだ。なんでやねん、王妃様ガチで聖女レベルのめっちゃいい人だぞ。作者さんプロット版は絵本で漫画に作り直したって言ってた記憶ある。ぼっちと影ももともと絵本用に作ったキャラらしい。作者さん経歴面白いよな。漫画家志望だが20代で挫折。しかし絵本で賞取って出版されたところで出版社潰れる。サラリーマンへ、41歳で会社員辞めて、エブで漫画掲載、バズってアニメ化へ。後から出てくる王様ランキング2位だったっけ。の3兄弟の関係性が好きだったな。親父が傲慢ゆえに3兄弟で結束してたのにその結果があれで、マジで登場したキャラのほとんどに尊厳破壊か曇らせが用意されてるのがすごい。広告で今の萌え文化を真っ向から逆らったような絵柄が気になって読んだけど結構当たりだったな。絵本のような優しさとエグさが同居した感じで好きだわ。くくく、この絵柄も萌えの一種と言い張ってやりますよ。アニメ最初のオープニングが一番好き。普通の行進曲のようで不協和音的にマイナーに転じるのが静寂合わせ持ったこの作品の世界観に合ってるんだ。後期オープニングも映像と合わせてすごい良かったけど、裸の勇者は歌自体もオープニング映像もかなりのクオリティだわ。ずっと見てられる。ニコニコで一挙放送やってたね。途中から見たけど面白かったよ。アニメ2部はメイフ3兄弟のとか王様ランキングの秘密とかにが絡んでくるときは面白い。手話なくても意思疎通できてるしローは設定はいらなかった。影が通訳してくれないとテンポがね。裸の勇者が名曲すぎる。愛してしまった全部で毎回涙ぐむくらい好き。あの絵柄で燃えるバトルやるとは思わないじゃん。メイドインアビスアシュは言い過ぎ。母郷のそれとは違う真っ当な愛が根底に存在する世界だぞ。裸の勇者バウンディの曲で一番好きだわ。なんでこんな絵柄で登場人物どんどん不幸になるねん。大体全部のネームドキャラが何かしらかわいそうな目に遭ってるというね。ぼっちが一瞬ヒリングのことを疑うシーンで心の中の炭治郎が、するわけないだろそんなことを、お前の家族が、って叫んで泣いちゃった。代打は暗殺命じたけどな。親父が悲願に行った時絶対ぼっち母にどつき回されるんだろうなと思ってる。母親は天国、父親は地獄行きだから会えないだろ、死後の世界観よう知らんけど。アニメに来始まったけど、割と脚本行くて安心した。1話は前半が兄折短編、後半が単行本書き下ろし収録の短編。作者さんの仕事量多すぎてちょい心配。アニメに合わせて書き下ろし数十ページは死んでしまう。大手出版社じゃないからしょうがないのかもだが。しばらく原作お休みだそうだけど心配だよね。一人で作業してるっぽいからストイックに暮らしてるみたいだけど大丈夫かなって思うわ。ネームのストックと純粋にアニメ2期楽しむのと兄折を今後の展開に活かすための準備期間だと予想。
ワンピやクレヨンしんちゃんと同じ匂いはするよな。逆に言えばそれらが好きなら入り込めるやろな。もうちょっと年取ると良さがわかるようになってしまうで。案の定庭でめっちゃ泣いてしまった。毒殺未遂のところ、後にぼっちが毒耐性持ちとわかるとだいぶ辛い。2期オープニング好き、歌詞も内容に合ってるし映像が秀逸。直接的な描写じゃないのにどこの場面書いてるのかわかるのすごい。裸の勇者はナルトの遥か彼方に並ぶ神オープニングだわ。アニメ一期にはの影くんの過去は好き。まさか見始めたばかりの作品の何の思い入れもない異形生物の過去の話でガチ泣きするとは思わなかった。さらに言うと一期終盤で影くんがサンズの川を渡りかけてる時にお母さんが現れて、早くこっちにいらっしゃいって笑顔でこびかけるシーンで、息子が死者の世界に入るのを喜んで迎え入れるって、どんだけ少女の世界は生き地獄なんだよ。っていろんな感情が止まらなくなって、顔面からいろんな汁が出そうになった。広告のイメージが悪すぎてアニメ始まるまでは見てなかったわ。あなたが気にしていることは、もしかしたらあなたの長所なのかもしれない。この言葉で泣きそうになった。戦闘能力を増していくぼっちと呼応するように、ダイダは物語の進行に合わせて精神的成長を遂げていく。結局ダイダの側には終始、常にミランジュがいたんだよな。読めば読むほど初期のぼっち周りの人間がいい人たちばっかりに感じていく。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメントお願いします。